コーナーなんですか。斜め切り。まあ、切らないよ。パパ、その包丁切りやすい。切りやすい。大きくないから。これ、手巻き用。じゃあ、もじりたい。それ、私ひーちゃんにも切らしてくれる。ひーちゃん切れないよ、これ。違うの、じりたい。切れてるよ。手こう肉食っても押さえちゃう。そう、そうそうそう。指気をつけてよ。怖いな。ん？怖いな、振り回して。すごいね、服レーン。袖が落ちてくる。指気をつけて、指どれ？うん、おいしい。お肉、お刺身、お刺身これめっちゃ美味しいよ、絶対。いっちゃん危ないよ。ん？ダメ。みーちゃん切れなそう。半分にして、あみーちゃんちょうだい。で、ひーちゃんに1枚出して、ひーちゃんに2枚。この、これだよ、これでさ、あ、やってみる。ご飯盛るんだよ。パパ、はい、で、ここその辺で乗っけて、もうちょっと乗っけて。ひーちゃん学校でそういうの出たことある？え、ひーちゃんさ、何で巻くの？何？つぶつぶ？つぶつぶ、おいしいから。ひーちゃん、ひーちゃん勝ちる。半分ご飯の、あ、なんか、なんか梅干しみたい。え、あれ、マグロは？マグロひーちゃん巻く。マグロは？ひーちゃん巻く。失敗しないよ、あっち。これ斜めにね。お、そうなんだ。わあ、いいじゃん、普通がいい。じゃ斜めにこうやって巻くの。そうだね。ここでやったことないよ。普通に丸く。ああ、すごい。こうやって巻き寿司。宇宙って出ちゃう。でも皿のところで。おいしそう。そう。ああ、なんかこれクレープみたい。クレープみたい。デカ盛り使おう。ええー。ちっちゃいのどう見ても。どう見てもちっちゃいから、これどうやって食えばいいの？そう、お皿の前で、そうそうそう、うん、おいしい？グー、え、ぺちゃんこにしてるご飯。あ、ね、あ、かかかかえ、サーモンとかめっちゃおいしいのに。見て、サーモン乗っけるでしょ。のり巻き。恵方巻きみたいになってる。恵方巻き作った。サーモン乗っけて。でも恵方巻き作る。うん、でかっ。うん、恵方巻き美味しい。美味しい。やっぱ乗っけるね。うん、え、サーモンめちゃくちゃ美味しい。うん、次サーモン食べよう。あ、
うん。うん。食べた。海苔アップ。大の字。なんてこと？海苔のドアップだった今。海苔。はい。初めての挑戦。キュウリ。キュウリ乗ってる。キュウリ乗ってたら美味しいよ。うん、キュウリとご飯は甘いんだよ。キュウリとご飯。じゃパパはね。キュウリだけ。パパすごいの作る。イケボマキ。肉とサーモン？ん？肉とサーモン、そう。マグロいらないの？マグロ後で。ペタッコ。あ、これやばい、めっちゃ太いのできそう。あー。やばい、助けて。ぐちゃぐちゃなってるじゃん。うん。何？ぐちゃぐちゃなってるよ。めちゃくちゃ太いのできた。つぶつぶが。あ、本当の職人技つくするわ。待って、すごいね、これ。ギリやっぱつけない。太巻きじゃん、これ。ここら辺に置けるんだ、その、これに。どれにする？マグロサーモン？マグロサーモン？どっちがいい？マグロかサーモン？ここに置かないと。うん。どうする？サーモン。サーモンでいいの？うん、マグロ。マグロ？マグロ？マグロがいい。マグロはここら辺。マグロ。2個入れる？2個入れる。いいよ。こう斜めに。いる？いる。いるか。いらない。いらない。どっち？いらない。いらないの？1個入っとけな。こういう風に巻いていく？こう？合ってる？こうかな？うん、それでもいい。そういう感じ。じゃじゃじゃーん。そうそうじゃん、これ子供の金箔なんて、金箔金箔金箔マジ金箔、ガチの金箔。これプリプリしてる、ここプリプリしてる。この金プリプリして閉じて、閉じてプリプリしてる。何パパ、この金クワスコで、この金拾って売りに行こう。これ売れないよ、金箔は売れないよ。ハッピーバースデー、ハッピーバースデーじゃないから。金箔って売れないよ。もうちょっとクワッとしたね。うん、一発だけない、片方。もう一回。せーの。うん。おお。消えた。やっぱパパなんか煙飛んできた。すごい。ろうそくが。ろうそくが。チョコが大きい子供の日の。美味しいそれ。金箔乗ってんだけど。一個だけ。でも十パーセント残ってます。な、金カスって。金カス。金箔。消しカスみたいな言い方。あい、金箔で。一丁のせいで金箔取れたの？なんで人のせいですの？パパも子供の日だから。大人じゃん。パパ。もっと子供の日。見た目は大人。中身は子供？いや、そこなんじゃん。パパもっと子供の。パパ反対じゃ、あ？反対じゃない。反対じゃない。頭脳は子供。中身も子供でしょ。普通じゃん。普通の子供。自分なんかの子供。パパなんかの子供って。なんか怖い。みーちゃん逃走中2時間スペシャル毎日言ってるよ。毎日言ってんの？毎日言ってんの？毎日2時間スペシャルじゃん。そうそうだ。ケータくん言ってた。2時間スペシャル。誰ケータくんって。いとこ。嘘、いとこじゃない。見て、なんかどんな話してくる？プリンセスなんですよ。そう、プリンセスだ。うん、なって